仲間の命を救うのに俺の言葉などいりません。ウェコムンドには闇が、静かな闇があればいい。残白刀などただの道具に過ぎん。俺こそが最強だ。この刀にその瞳を映した己の不運を呪うがいい。あの人はもうソウルソッ、戦士でもない者の命を背負う気はないわ。お前が母ちゃんの死、この僕だって意地を張って喧嘩を続けるのさ。いつ以来だこんな高揚感は。参ったな。何かを守るためにそんな綺麗事を気に食わねえか。
同じ命を落とすにして。研究の成果を どこまでもお供いたしますわ。一発の口。納得いかなきゃ命の人。往生際の悪いやつじゃな。分かってないでしょう。お前のその格好は何のモンスターなんだよ。いざという時には。私がお前に力を貸さぬ限り挽回はできぬ。奇跡なんかじゃねえ。俺は絶対にてめえを倒す。一対一の戦いではまず使えない。信頼に足る助けがなければね。
舐められたもんじゃの。我らから逃れられると思うなよ。ようやく掴んだ。どうにかここからは全力でやれそうだ。奇跡なんかじゃねえ。俺は絶対にてめえを倒す。私の務めは弱き者を助けること。そのために剣を振るうのだ。私がお前に力を貸す。いつまで待たせるのよ、バカ。クリスマス終わっちゃうじゃない。私は全てを超越する。
扇に宿る6つの精霊の力見せてあげる。どうも、遅くなっちゃってすいません。祈れサンタテレサ。戦うならばそれにふさわしい音を奏でよう。